今日は、2月の5日です。本来だったら2月1日に、今度は日南町の、農林業研修生の施設の見学をしたかったけど、なんかね、財政企画課と役場と、その建設課っていうの、なんかね、全部分かれてるね。で、なんか内覧をしたい、今は日南町の農林業研修生として採用してもらったんだけど、岩見西っていうその短期滞在の物件と日だまりの家っていう物件が2つあって、今日はその内覧に行くんだよね。またね、スキー場のこのど真ん中のスキー場のど真ん中からまた朝一のバースで往復1500円かけてまた行くけどさ、でも一応田舎暮らしに必要なものが結構集まってきてるよね。本当は軽トラが良かったんだけど、友達が5万でジムニーを譲ってくれるとか、何かしらね必要なものって集まってきているから、今日、日南町に行って、輸送するの面倒くさいから、エナジー日南の職員にその場でもう物件決めちゃって、もう、入居する施設を決めちゃうっていうのが今日の予定かな。多分この動画をアップする頃っていうのは3月だと思うんだけど、なんでかっていうと今パソコン持ってきてるし、動画を今スマホからアップってできないんだよね。 2GB の契約だから、すぐ使い切るよね。まだ2月の頭だから、これから岩見西と日だまりの家、これ日南町が作った定住者支援の施設を見に行きます。ここは大山のホワイトリゾート、これゲレンデのあれがリフトの、これが宿かな、リゾバをしながら面接をしに行くっていう、なかなかない動画か、自己満だわでも鳥取移住が決定して、それまでの過程っていうのは全然わかんないし、それ今地方移住ってそれなりにブームらしいからね。あとは地方移住した先でどうやって仕事を作る、仕事というか収入源を作るのかとかっていうのを、ブログで書いていきたいな。オーストラリアのワーホリーから帰って以来、やっぱり自分が分かってきたっていうか、こんな感じが俺なんだろうなっていうのは。海外疲れも多少はあるし、別にそれほど海外行って何を成し遂げたくて、それを元に何をどうしたいっていうのはないから、あとはね、鳥取で林業やってるとか、その鳥取に移住した人は冬場は仕事がなくなっちゃうから、ニュージーランド行って、あとは雪が溶けたら海外から戻ってまた仕事始めとか、多少長期滞在しなきゃいけないわけでもないから、時間ができたらニュージーランドとか海外へ短期滞在して、戻ってきて、その仕事があるよっていう状態の方がよっぽど精神的にはいいんだよね。やっぱりお金がなくなって、お金貯めて、お金が海外行ってお金を使い果たして、ため息ついてまた仕事してて、お金貯めてっていうサイクルはやっぱりなんかね、あんまり頭のいいことじゃないなっていう自分の中でも思えてきたし、もちろんそういう人もいるんだよね。そういう生き方をするから覚悟してそうやって生きていくっていう人もいるから、もう金の楽しみ方は半端じゃない人とかいたけど、でもそれは精神的になんかあんまりよろしくないんだよね、俺的に。地方でなりわいを作るではないけど、
そういう生き方をどうやって実践していくのかっていうところ、足がかりとして今はね、一南町の農業林業研修生の農業を採用してもらったかどうかがあって、その年後独立していくかっていうのを模索しました。